やはり我が運命に抗うは星の動きをとどめるに等しいか。未来を見知った者が虚無の道を歩めるはずもない。反撃の機会は幾度もあった。どういうつもりだ。懸念はいらぬ。その魔石の剣は比類なき武器。私にはもうなすすべがない。自分にその強さを証明できるだろう。この首を取って妖精の雇い主に報告するがいい。あの国の差し金だとよく分かったな。だが俺は雇われたのではない。父に頼まれたのだ。およそ父と呼べるものではあるまい。お前の真の父はエドガーという名だ。誰だそいつは。自分の赤ん坊を捨てた奴の中、俺の父親はメルヴィンだけだ。人間の俺を拾って育ててくれた。忘れるな。いずれ思い出せ。何でも知っているような口ぶりだな。だがおしゃべりもここまでだ。漆黒を脅かすかの主の影よ。鳥を探すのだ。それがお前の定めとなる。この魔剣があればメルヴィンの言う通り竜すらも恐るるに足らない。エルファリア様、いかがですか。サイファーの中でも最強の剣、
魔王の武器バロールすら凌駕するものです。その武器の凄まじき力は呪いの代償とも聞く。もういいぞ、下がれオズワルド。恐れる必要はございません。害は我々の身に及びはしない。闇の力ゆえにドラゴン殺しという難行をやすやすとやり遂げるのです。なんということをしてしまったのだ。噂は本当なのか。ハインデルを殺したというのは。まこと竜の鱗さえパンのように切り裂く恐るべき剣。この剣を量産すれば諸国も我らに神獣を誓いましょう。メルヴィン殿、女王陛下は何と。おお、ブロム、女王はお前の作り上げた剣を称賛しておられたぞ。だが量産をためらわれている。実に歯がゆいことだ。貴公は何も感じないのか。わしは恐ろしい。これまで剣の呪いに飲み込まれ勇気となった多くの者たち、オズワルドを待つ運命が。暗い顔は似合わぬぞブロム。オズワルドなら大丈夫だ。見事に剣を使いこなしている。メルヴィン、使者が呼んでいるぞ。すぐに行く。ブロム、あまり深刻に考えないことだ。君のためにもならない。わしはあんなものを作るべきではなかった。あれは天と大地にあだなす武器だ。ワルキューレを引き、そんな魔女は。おお、ブロム殿の魔剣使いとも。かつて妖精と逃れた者、逃げ遅れた者以来、我らついに我らの。オズワルド、メルヴィンをあまり信じすぎるな。あれはお前のことなど微塵も考えてはおらん。その証拠に。メルヴィンを悪く言うな。誰であろうと許しはしない。近寄らないで。その剣には呪いがあると聞いたわ。そんなに睨まないで。私は単なる案内人。さあ、おいしい食事はいかがです。汚らわしい死の使い目、お前の力など借りずとも我らユニコーンの聖騎士団、有事には魔王の軍勢を蹴散らしてみせるわ。オズワルド、話がある。いいか、よく聞け。その剣の秘密じゃ。どうしたんだ突然。
わしは後悔している。お前にその剣を持たせたこと。その剣はいずれ死の国へと通じ、使い手は死の国の女王に正体を奪われる。雪山に捨て置かれたバグベアら、あの者らが魔剣使いの慣れの果てなのじゃ。このままではお前…ブロン、言ったはずだ。お前のためにならぬと。お前の技量も知識も、こうなっては祖国に害をもたらすだけだ。だが、この手を友の血で汚すのも好まぬ。お前にはそのまま冥界に行ってもらおう。死神どもが相手をしてくれよう。反逆者を連れて行け。メルヴィン殿、恐れを知らぬそなたの慢心、いつか身を滅ぼすぞ。あやつはその剣の力に恐れをなし、臆病風に吹かれたのだ。お前が気にするようなことはない。それとも、もう剣を振るうのは嫌か。俺はメルヴィンのためにできることがあるならそれでいい。言葉に従うだけだ。孝行な息子を持って私は幸せだよ、オズワルド。それではこちらへ来い。お前にしかできぬ仕事がある。敵の本拠地への偵察任務だ。
見られたからには消えてもらう。私は何も見ていません。それより何か入り用じゃないですか。命以外はお安くしときますよ。Yeah!
じゃない。私はこの国に出入りしている単なる商人に過ぎません。お金さえ払ってくれるならお客の素性は詮索しませんよ。Hush!
聞いて飽きる大台の臆病者め、わしの作戦案を蹴り寄って魔女どもによる奇襲だと。妖精相手に不足な作戦でございますな。そうだろう。あんなハムシども正面から踏み潰せばよいのだ。大妻こいつも臆病者よ。ブリガン将軍、やはりあなた様こそこの国を治めるにふさわしい器。そうか、いつも前はいいことを言うな。本当にそう思うか、スカルディとやら。もちろんです。大台には頼りにならぬ猛禄、あなた様しかおりますまい。ん？そこに隠れているのは誰だ。何、隠れるだと。なんだ、貴様もこの核廃が欲しいのか。違うと言うなら邪魔するな。いや待て、今の話を聞いていたな。何者だ、くせ者め。ブリガン様がぶちのめして正体を吐かせてやる。
やはり狙いはコルドロンか。将軍とやらが言っていたことは本当のようだ。進行が近い。グエンドリン様、お似合いですよ。本当に？お父様は驚かれるかしら。グエンドリン、その浮ついた格好は何だ？王大院王の娘ともあろう者が戦いを忘れ色気づきよって、少しはお前の姉を見習うがいい。申し訳ありません。陛下、ブリガン殿が。何をしているのだ、マヌケめ。気づいてもらえなかった、お母様のドレス。お父様にもう思い出してももらえないのでしょうか。私がドレスなどお出ししたばかりに。いいえ、気にしないでミリス。私はお母様のドレスを着られて嬉しいわ、とても。グエンドリン様、行きましょう、着替えないと。グエンドリン、オーダインの魔女と恐れられる魔王の娘。あれがそうなのか。聞いた話と随分違うな。